聞くトリビア第59話すごい日本の雑学ご案内は大橋敏夫です漫画という言葉は海外でも通じる日本を代表するサブカルチャーの一つ漫画実は英語圏の国で漫画と言ってもそのまま通じたりしますというのも英語辞典の権威オックスフォード英語辞典には漫画 といいう単単語語が掲載されているほど有名な単語だからです本来漫画は英語で「コミックブック」といいますが日本の漫画が海外で人気となり辞典に乗るほど有名な存在となったため「漫画」といっても伝わるようになったというわけです現在では「コミックブック」は英語圏で描かれたもの「漫画」は日本で描かれたものといったように使い分けられています。またアニメも アニメーションは英語圏で制作された作品その略語であるアニメは日本で制作された作品といったように使い分けられています日本のアニメ作品もそれだけ海外に浸透したという証拠でしょう世界一古い会社は日本にある古い会社と聞くと創業何年ぐらいの会社を思い浮かべるでしょうか 100年ぐらいでも相当古いと思う方も多いと思いますが、なんと創業1000年以上の会社が世界に12社もあります。そのうちなんと9社が日本の会社で、さらに世界で最も古い会社も日本の会社です。その会社とは、大阪の建築会社であるコン組で創業が578年と、実に1400年以上の歴史があるというとんでもない会社です。 当時時の日本は飛鳥時代もともとは聖徳太子が大阪の四天王寺を建立するために百済から招いた宮大工によって創業されたのが始まりでその後多くのお寺などの建築を中心に手がけていきまた江戸城や大阪城の修復にも携わるなど日本の歴史にも深く関わっています。2006年ににはその採算度外の品質にこだわる職人敵が災いして 経営破綻してしまいますが後に高松建設のグループになって会社は存続さらなる記録を伸ばすべく現在も経営を続けていますマドンナは来日した時日本の温かい便座を絶賛した現在の日本では多くの家庭に普及して当たり前のようになっている温かい便座 実は海外などではあまり普及しておらず、そのため観光客の多くは便座の暖かさにびっくりし感動するようです。中でもアメリカの歌姫、マドンナは絶賛しており、2005年の来日の記者会見で、日本に来たと実感した瞬間はという質問に対して、温かいトイレシートが恋しかったわと答えています。このニュースは海外でも流れ、注目を浴びたようです。 実はこの暖かい便座日本で生まれたものではありませんもともとはアメリカで医療用として開発されたもので当初 t、OT、o がそれを輸入販売したものの温度調整がなかなかうまくいかずヒットに至りませんでしたそこで t、OT、o はアメリカの会社から特許を取得し日本独自の暖かい便座を開発そして1980年にシャワー付きトイレ ウォシュレットに同機能をつけて発売大ヒットとなりましたマドンナをはじめ多くの外国人を虜にしてきたこの暖かい便座海外では朝ほど普及していませんがそう遠くない日に当たり前のようになるかもしれません世界で最も信頼されているパスポートは日本のもの イギリスのコンサルティング会社ヘンリーパートナーズが2022年1月に行ったビザなしで外国へ渡ることができる国の数を調べたパスポートの強さランキングでは日本はシンガポールと並び192カ国と1位となりましたこれはなんと4年連続の1位となりますビザなしで国を移動できるということはそれだけ日本が信頼されている証拠です実際に他の国と比べて 不法滞在者が少なく、観光マナーも優れているということが認められたから、この結果になったのではないかと推測されています。また、他の国との外交事情も悪くなく、国同士の信頼関係が高いということも要因の一つとして考えられています。もし今後、海外に行くことがあれば、このことを心に留めて、恥ずかしくない態度で旅行を楽しみたいものですね。 富士急ハイランドは14のギネス記録を達成した富士山のお膝元にある山梨県の人気遊園地富士急ハイランド多くの絶叫マシンがあることでおなじみのこの遊園地は実はさまざまな世界記録を保有してもいますまずはここを代表する富士山これには高さ7 9ル最高時速130キロ 巻き上げの高さ七十一点五メートル、最大落差七十メートルと。実に四つの世界一を記録しました。続いてドドドンパ。これは先ほどの藤山が保有していた最高時速を四十キロ以上塗り替えた。時速百八十キロという記録を持っています。そして、A じゃないか。これは座席の前後方向への回転、ループによる回転、ひねりによる回転という。 三つの回転要素からなる総回転数14回がギネス記録となっています他にも高飛車の落下角度121度お化け屋敷戦慄急の歩行距離の長さなども世界一に認定されており全部で実に14ものギネス記録が登録されています日本には積雪世界一の地点がある 積雪量が世界一の場所はどこかと聞かれるとおそらく多くの人は北欧やロシアなど北極圏あたりの国を想像される方が多いと思われますが正解は実は日本です1927年2月滋賀県米原市の伊吹山測候所でなんと1 1メートル8 2センチという積雪記録を観測しました。 これは京都の清水寺にある有名な清水の舞台の高さに相当するものだそうです。そもそも、滋賀県北部は日本でも有数の豪雪地帯で、この時以外にも多くの積雪被害を経験しています。なぜそれだけ多く雪が降るのかというと、滋賀北部の山々の高さがそれほど高くないため、発達した雪雲が、 日本海からそのまま伊吹山まで到達して雪を降らせるからというのと若狭あたりで北と南両方からやってきた寒気が合流して積乱雲が発達しやすい場所であるというのが大きな理由のようです100年近く経った現在でもこの記録は破られていませんそれだけ異常な記録だったというわけです 最高齢でエベレストに登頂したのは日本人世界最高峰のエベレスト多くの登山家が登頂に挑戦し途中で断念したり命を落としたりしていますそんな山をなんと80歳と史上最高齢で登頂した人物が日本にいます彼の名前は三浦雄一郎でもともとスキーヤーとしてエベレストをはじめとする 7大陸最高峰をスキーで滑り降りるという記録を達成していますそんな彼は記録達成後目標を失い自堕落になっていましたそんな時同じくスキー屋だった父が99歳でモングラン氷河での格好達成や次男がスキーでオリンピックに出場したことに刺激を受け70歳でのエベレスト登頂をするという目標を立て体を再び鍛え直しましたそして 2003年その目標を達成当時のエベレスト最高齢登頂記録を更新しましたさらに彼は2008年に75歳で2013年に80歳でと計3回登頂その度自らの世界記録を更新していますそんな彼は90歳でまたエベレストにチャレンジすると公言しています果たして達成できるのか 今から非常に楽しみであります胃カメラを発明したのは日本人胃がんや胃潰瘍などの診断には欠かすことができない胃カメラ実は発明したのが日本人というのはご存知だったでしょうか1949年東京大学の医師だった宇治達夫という人物がオリンパス工学工業の研究者杉浦睦夫と 深浦正治に胃の内側から撮影する装置を開発できないかと相談し開発をスタートさまざまな試行錯誤の後翌年ににについに世界初のの胃カメラの開発に成功その2年後にさらなる改良を重ね胃カメラを実用化することができましたその後胃カメラが多くの患者を助けたことは皆さんご存知のことでしょう彼らは年 その業績をを称えられ、吉川英二文化賞を受賞受しています。しかし宇治さん杉浦さんは残念ながらその時既にお亡くなりになっていました世界の医学を大幅に進歩させる発明をした彼らの業績はもっと知られてほしいものですねビタミンを発見したのは日本人人間が生きていく上で必要な成分の一つビタミン これを発見したのは、実は日本人でした。1910年、科学者の鈴木梅太郎が米を研究しているとき、米ぬかの中からある栄養素を発見しました。彼はそれをオリザニンと名付けて世界に発表しました。これが世界初のビタミンの発見になります。しかし翌年、ポーランドのフンクという科学者が同じ栄養成分を発見し、ビタミン、 と命名しましたこちらの方が世界的に採用されてしまいオリザニンもビタミン B1 という名前で呼ばれるようになりました命名という点では残念な結果に終わった鈴木ですが最初に発見したという業績は認められており一時はノーベル賞候補として名前が上がるほどだったそうです乾電池を発明したのは日本人 日常生活に欠かすことができない乾電池、これを発明したのは日本人発明家の八井崎蔵という人物でした。彼は乾電池発明前に連続電気時計という時計の発明に成功し特許を取得していました。しかし、その時計に対応できる電池が液体式のもので、手入れが必要の上に冬場は凍結して使うことができないなどの欠点がありました。 それを何とか克服できる電池はないのかということから新しい電池の開発に取り掛かりましたそして1887年ついに乾電池の発明に成功しましたやいは後に乾電池の製造会社を創業その品質の高さから注目を浴び海外からも好評を得たことから大儲けし乾電池用としてその名が知られるようになりました しかし、ヤイは、1927年に、胃がんと肺炎を併発したことで、65歳で亡くなってしまいました。その後、後継者に恵まれなかったのか、会社は1950年に、倒産しています。現存する世界最古の宿は、日本にある。山梨県南小郡早川町にある西山温泉。近くの、 白根山登山や野呂川渓谷の探索に訪れる観光客が立ち寄ることで人気のこの温泉に日本はおろか世界で最も古い旅館があるというのはご存知でしょうかその名は「慶雲館」という旅館で創業はなんと飛鳥時代の西暦705年世界で最も歴史ある旅館としてギネスブックにも掲載されています。ちなみに慶運館の 慶雲とは705年当時の元号でこれは最初の元号大化から数えて5番目のものそれだけ歴史が古いだけあって多くの著名人も訪れているそうで各時代の天皇や徳川家康武田信玄といった戦国武将も宿泊したという記録が残っています武田信玄はその際に旅館の守護神に対しドラを奉納しており現在でもそれは 慶運のの当主に受け継がれているとのことこさすがに建物は当時のものではないものの厳かな雰囲気や佇まいは1,300年の歴史を感じさせてくれる日本が誇る名館です自動車のエアバッグを世界に先駆けて開発したのは日本人交通事故から乗員を守ってくれるエアバッグ 今では搭載していない自動車の方が珍しいかもしれませんこの安全装置を世界で初めて開発したのは実は日本人の小堀康三郎という人物でしたすでに実業家として名を馳せていた彼はある日飛行機に乗っていて機体がエアポケットに入り乗員が頭を打つという事故を間近で見てしまいましたその時衝突の瞬間に空気で膨らむもので体をカバーすれば 安全性が高まるのではないかということを思いつきエアバッグの開発に取り組み出しましたその後、さまざまな大学や航空に関する研究機関の協力を得てついに現在のエアバッグのシステムに繋がるものを開発日本だけでなくアメリカやヨーロッパなど全14カ国で特許を取りましたしかし、これらのシステムに対する信頼性がなかったことからなかなか実用化されません そんな中、小堀は1975年に76歳で亡くなってしまいます。エアバッグが自動車に搭載されたのは、その5年後の1980年のことでした。使い捨て回路は日本で発明された。寒い冬の定番アイテム、使い捨て回路。これが最初に開発されたのは1975年、現在の 旭化成にあたる旭化成工業によってでした。当時アメリカ陸軍が寒い戦場に赴くときに使っていた水筒の中に鉄の粉と食塩を入れることで熱を出す沸騰ウォーマーをヒントに、旭化成工業が独自の技術を取り入れ、あったかさんという名の回路を発売しました。しかし一般にはほとんど流通せず、新兵院や医療現場などで利用されていました。 しかしその後、お菓子メーカーのロッテグループのロッテ電子工業が、現在の日本バイオニクスにあたる会社との共同で、使い捨て回路の開発に成功。あったかさんの発売から3年後の1978年、ホカロンという名前で発売しました。こちらは1個100円という手頃な値段が好評だったせいか、大ヒットとなりました。その人気は国内だけにとどまらず、アメリカや中国にも輸出されるほどです。 この発明がなければ、毎年冬にさらに厳しい思いをしなければならなかったと考えると、背筋が寒くなりますね。インスタントコーヒーは日本人が発明した。手軽にコーヒーを楽しめるインスタントコーヒー、これを発明したのは実は日本人でした。1899年、アメリカ・シカゴで暮らしていた日本人科学者の加藤悟りは、 緑茶を粉にする実験の最中これをコーヒーに応用できないかと考え実際にやってみたところコーヒーの粉末化に成功しましたこれを1901年ニューヨーク州で開催されたパンアメリカン博覧会に世界初のインスタントコーヒーとして発表しましたその2年後加藤はインスタントコーヒーの製法の特許を取得しますがこの製法だとコーヒー特有の香りがあまりしないということと レギュラーコーヒーが浸透していたアメリカでインスタントコーヒーは売れないだろうと考えられたため実際に商品化されることはありませんでしたその後1906年に発明家のワシントンが別の製法ををを使ったインンスタントコーヒーヒ開発し特許を取得当時第一次世界大戦の最中だったことで戦場の兵士が簡単にコーヒーを楽しめるということからこちらは大ヒットとなりました。時期が違えば 加藤が一大実業家としてその名を知らしめたのではないかと思うと、少し残念な気持ちになってしまいますね。世界最大級の墓は日本にある。大阪府堺市にある大仙古墳、仁徳天皇陵古墳の方が通りがいいかもしれません。その名の通り仁徳天皇を埋葬したお墓とされていますが、 実のところ確定的なことではないようですしかしながらそのスケールからエジプトのクフ王のピラミッド真の始皇低陵とともに世界三大墳墓に数えられてもいますお墓の全長は486メートルクフ王のピラミッドが230メートル始皇低陵が350メートルなのでこれらがすっぽり入る大きさです 古墳自体の最大の長さが840メートル、幅が654メートルと周囲を回るだけでおよそ3キロほどとちょっとした運動になってしまいますあまりの大きさに全景を見るにもちょっとした高さでは見下ろすことができませんベストスポットは堺市役所の21階にある展望台で高さ80メートルの地点ですこの仁徳天皇陵古墳をはじめとする 堺市羽曳野市の古墳群はその文化的存在価値が認められ2019年に世界遺産に登録されましたもし関西にこらえる際はその巨大なスケールに圧倒されてみてはいかがでしょうか和食はユネスコの無形文化遺産に登録されている我が国が誇る料理和食2013年 ユネスコの無形文化遺産に登録され話題となりました食に関する文化遺産はフランスの美食術地中海料理メキシコの伝統料理などさまざまな国のものがすでに登録されていましたが2012年に我が国の政府が和食を無形文化遺産に登録してもらおうと申請を行いユネスコによる検討が行われた結果その仲間入りをしたというわけです。登録にあたっては 和食は長年世代を超えて受け継がれてきた慣習であることや、日本各地で和食保護のために様々な取り組みが行われていたことが評価されたそうで、また、和食が自然を尊重するという日本人の精神を表しているということも一つの要因になっているようです。文化的にも認められた和食、次の世代にも大事に受け継いでいかないといけませんね。 渋谷のスクランブル交差点は海外からの観光客の人気スポット一日におよそ50万人が通行する東京・渋谷のスクランブル交差点我々にとっては単なる交差点でしかありませんが海外の人にとっては実は観光スポットとして人気だったりしますというのも海外にこれだけの規模のスクランブル交差点がなく 多くの人が行き来する風景が非常に珍しいそうです。しかも、一気に多くの人が利用するにもかかわらず、誰一人ぶつかったりしないということも、外国人にとっては不思議だそうで、その様子をスマホなどで撮影して、SNS によく挙げられています。調べてみると、外国人観光客のうち、なんとおよそ4割がこの交差点を訪れるそう。都心にあるということも大きな理由でしょうが、 ここまででで人気であるというのは驚きです交差点でぶつからないなんて当たり前のことだと思いますが外国の人にしてみたら我々の譲り合い精神が生んだ賜物に移るのかもしれませんほとんどののスマートフォンに防水機能があるのは日本だけ今じゃ当たり前に思えるスマホの防水機能お風呂に入りながら操作している人も多いのではないでしょうか。 ところが、この防水機能、実は日本独自の機能というのはご存知でしょうか。というのも、海外ではじっくりお風呂に入る習慣がなく、シャワーだけで済ますという人が多いそうです。じっくりスマホを見ながらお風呂に入ろうなんて考えはまず起こらないようです。また、防水機能をスマホに搭載するには相当のノウハウやコストがかかってしまいます。海外ではまだまだそのような技術はなく、 さらにあったとしても、それでどれだけニーズがあるかよくわからないものに開発をかける余裕がないということから付けられていないということです。iPhone にも7以降は防水機能が付けられていますが、あくまで一時的に水没しても中には水が入らないというだけで、完全な防水ではありません。防水機能は日本のガラパゴス的環境が生んだ独自の文化というわけです。 1983年の NHK 連続テレビ小説「おしん」がイランで放送された時視聴率が90を超えた1983年 NHK の連続テレビ小説として放送されたドラマ「おしん」。山形の貧しい農家に生まれた主人公のおしんが明治から昭和にかけて苦労を重ねながら生き抜いた姿を描き最高視聴率 62.9%と大ヒットしましたそんなドラマが後にイランで放送されなんと最高視聴率90%を記録しています放送されたのは1980年代と1990年代の2度当時見ていた人たちは日本といえばおしんをまず思い浮かべるほど見入っていたそうでイラン人女性の理想の女性像として名前が挙げられるほどだったそうです 現在でもイランに訪れて日本から来たといえばおしんの話題になるとかちなみにイランではおしんが福屋を開いて成功したエピソードにちなんで古着のことを結婚後の苗字タノークラに由来するタナコラと呼んでいるそうイランの言葉にも影響を与えるほど国民に浸透していたわけですミシュランガイドのレストランの星の数が最も多い都市は 東京世界のレストランを最高三つ星でランク付けしているガイドブックミシュランガイド毎年星がついたレストランがニュースになるほどの非常に注目度が高いものとなっています2020年その星の数を都市別に集計したランキングが発表されたのですがその第一位がなんと東京でしたしかも2位のパリの倍近い数の星を獲得しています 三つ星レストランの数だけ数えてみると東京は11パリは10と、まあ、それほど変わりはありませんが二つ星の数は48と17 1 7一つ星の数が167と92と差がつきこのような結果となったわけですちなみに第3位は京都第4位は大阪第5位はニューヨークとベスト5の中に3つも日本の都市が占めています。日本が フランス・アメリカと並ぶ食の国であると認められている証拠なのかもしれません日本の企業が製造している世界最小の手術針は直径0.03ミリ2004年河野製作所という会社が直径わずか0.03ミリの手術用針を開発し話題となりました開発当時 0.1ミリ以下の針を製造することはできないと考えられており血管や神経を縫い合わせる手術は非常に困難を極めていましたそこで河野製作所が製造用の工具や装置、検査機器に至るまでゼロの状態から全てを作り出すことに取り組みました素材も弱すぎると血管などを貫通することができませんかといって強すぎると加工するのも難しいため ちょっとした選択一つ一つも相当難航したようです縫い合わせ用の糸もこれだけ小さいと針に通すだけでも苦労しますそこで最初から針に糸をくっつけることでこの問題も解決しましたそして様々な苦難を乗り越えた結果0.03ミリの針が誕生しましたこれにより血管や神経などの手術がかなり楽になり多くの医者から高い評価を得ました この針のような日本のものすごい技術が世界の医療現場を支えているというわけです新幹線の先頭車両の曲線部分は日本の職人がハンマーで叩いて作っている美しい流線形でおなじみの新幹線の先頭車両あれだけのものを作り上げるには さかし最先端の機械が導入されていることだろうと思われるかもしれませんが実は先頭の曲線部分は日本の職人さんがハンマーでで丁寧に叩き上げることで作られていますその職人がいるのは山口県下松市の板金加工会社山下工業所で歴代の新幹線全ての先頭車両を手掛けているそうです。というのも新幹線の車両は大量生産しないので 型番を作って機械化しようにも採算が合わないということから、一つ一つ職人が叩くようになったとのこと。一編成二両分を作り上げるにはおよそ一ヶ月から一ヶ月半かかるそうなので、相当大変な仕事です。しかし、それだけ手をかけるだけのことはあって、手打ちであることがわからないぐらいの綺麗な曲線とどんな衝撃にも耐える頑丈な車体を生み出しているというわけです。 日本の大動脈を支える人の中には日本が誇るこんないぶし銀の職人さんがいたりするのです日本で開発された正確な時間を測る時計の誤差は300億年で1秒以下理化学研究所と東京大学が共同で研究を進めているものに光格子時計というものがあります これは非常に精度が高く、その誤差はなんと300億年に1秒。宇宙が誕生したのが138億年前なので、宇宙の始まりから一度も時間が狂わないほどということになります。光格子時計とは、レーザー光を格子状に配列し、その中に絶対零度に近い温度まで冷却した原子を閉じ込め、そこから発する電磁波の振動数の測定誤差を小さくすることで、 正確な時間を測ることができるようにしたもので2011年に初めて開発されたときは誤差は6500万年に1秒ほどでしたが改良を重ね現在のような正確性にまで高めることに成功しましたちなみに大きさは最初は実験室をほぼ占領するぐらいだったのが現在はちょっとした冷蔵庫ほどの大きさにまで小さくなったそうですもっと開発が進めば小型化も進み 誰でも購入できるぐらいになるかもしれませんジョン・レノンが愛用した眼鏡ブランドが日本にある伝説のバンドビートルズのメンバージョン・レノン彼のトレードマークの一つに丸い眼鏡があります実はその眼鏡の一部が日本の店のものだということはご存知でしょうか東京上野に店舗を構える白山眼鏡店で販売されている メイフェアというフレームの眼鏡がそれで1979年に来日した際に一目惚れして色違いのものを3本買ってロンドンに持ち帰ったそうですまた彼が銃で撃たれて亡くなった時につけていたのもこの眼鏡で遺品として残されていますこの白山眼鏡店の眼鏡はジョン・レノンだけでなく息子のショーン・レノンをはじめエルトン・ジョン、坂本龍一、藤井文也、奥田民雄など 国内外を問わず多くの著名人が愛用していますまたファッション業界でもコーディネートに同店のメガネを採用しているデザイナーも少なくありません東京上野だけでなく大阪や愛知福岡にも店舗があるようなので興味があるようでしたらぜひ見てみてはいかがでしょうか日本製のホイッスルが FIFA ワールドカップで公式採用されていた 4年に一度のサッカーの祭典 FIFA ワールドカップ大会中何度もホイッスルの高い音が鳴り響きますがこのホイッスル、かつて日本のメーカーのものが公式として採用されていました葛飾区にあった野田覚醒社のものがそれでもともとアメリカ向けのおもちゃ楽器メーカーとして1919 19年に創業したこの会社は1968年、アメリカの会社からの依頼でホイッスル作りを始めました すると軽く吹くだけで高く綺麗な音が出るということで好評を得て人気商品となりましたそして1973年当時西ドイツで開かれた国際スポーツ用品見本市にこのホイッスルを出品したところヨーロッパ中で注目を浴びブンデスリーガをはじめとする欧州サッカー界で使用されるようになりましたその結果1982年の FIFA ワールドカップスペイン大会から 公式ホイッスルとして正式採用されるまでに至りましたしかしながら野田覚醒者は2015年に当時の社長の死去により廃業現在は新しい製品は製造されていませんそのため現在残っているホイッスルは高いプレミアがついているそうです日本製の砲眼が世界の陸上大会の多くで使用されている 陸上競技の砲丸投げ。選手にとって砲丸のちょっとした違いだけでも記録が変わってくるので、砲丸選びにはかなり慎重になるそうです。その中で多くの男子一流選手が日本のある会社の砲丸を選んで投げているそうです。その会社とは、西スポーツという東京に本社を置くスポーツ用品メーカーで、砲丸のみならず、投鉄競技に使われるハンマーや円盤、槍も、 多くのアスリートに愛用されているすごい会社です社内の開発者はことあるごとに選手の合宿などに立ち会ってリサーチを行いそれを参考に研究機関と連携して実験を行い改善を繰り返しているそうですさらに投擲競技で使われる道具は重さや長さなど非常に厳しい規格が求められます西スポーツはその規格ギリギリのラインまで攻めた製品を開発し 選手の期待に応えているそうです今後もさらなる開発を繰り返しより選手に利用される方眼を作っていくとのこと西スポーツは今後も方眼投げの記録更新に貢献していくことでしょう日本の造幣局は海外のお金も製造している日本の硬貨を製造している造幣局 実は製造しているのは日本のものだけではなく、海外の硬貨も製造しています。しかも、何かのイベントを記念したものでなく、普通に流通している硬貨はです。2012年、バングラデシュ中央銀行は国際競争入札で、同国の硬貨の製造を外国に依頼していました。それを日本が見事に落札し、翌年2、ま日本円でおよそ3円の貨幣5億枚を製造しました。 入札では他にもイギリスやドイツスペインオランダも参加しておりそれらのライバル国に競り勝ったということで注目を浴びましたちなみに記念硬貨ではニュージーランドスリランカカンボジアブルネイミャンマーといった国のものを製造しており国際化に力を入れています昨年新500円玉を流通させ技術の高さを見せつけた造幣局今後、海外にも、 より一層その力を知らしめることになるかもしれませんカーナビゲーションシステムは日本で誕生した現在は自動車の運転になくてはならないものとなったカーナビゲーションシステム略してカーナビ実は世界で初めて製造したのは日本の会社でした1981年、ホンダが世界初のカーナビとなる ホンダエレクトロジャイロケータを発売しましたこれは現在のようなコンピュータ画面ではなく地図を画面にはめ込み車の向きと移動距離を検出してどのあたりを進んでいるかを光で映し出すというシンプルなものでしたしかしながら渋滞回避ルートの表示や最小限の燃費ルートの表示など現在につながる便利な機能もあったことから当時大ヒットとなりましたその後 1990年には世界初の人工衛星 GPS を使ったカーナビが同じく日本から発売されました発売したのはマツダでこれにより正確な現在地を把握することができカーナビはより便利なものとなっていきますカーナビの進化は日本の技術なくしてありえなかったというわけですアップルの CEO に認められた80代の 日本人アプリクリエイターがいる1935年生まれの若宮雅子さんという女性は80代にしてスマホアプリを開発現在世界を飛び回るデジタルクリエイターとして活躍しています彼女がパソコンを使い始めたのは60代の時独自に試行錯誤を繰り返しながら技術を覚えていきインターネット普及前からパソコン通信などでシニア同士の交流を行っていました そんな彼女が82歳になった時スマホのゲームアプリに興味を持ちシニア向けのアプリを作ってみようということで知り合いのプログラマーなどに教えをこいながら初のアプリ「ひな壇を完成させ注目を浴びましたさらにそれを聞きつけたアップル社の CEO であるティム・クックが彼女を世界開発者会議 WWDC2017 に招待したことから有名になり世界中から ななオファーが届くようになりました2018年には国連総会2019年には G20 サミットの基調講演も行っていますこの活躍を見ていると何事も始めるのに遅すぎることはないと感じさせてくれます音を使った発電が日本で開発された首都高速中央環状線にある 五色桜を橋夜間に LED 照明によるライトアップをしていますがこの電源にかつて道路を走る車の騒音や振動を利用していたことがあったそうですどのようなメカニズムかというと走っている車の振動と騒音による微弱な空気の振動を橋に設置した圧電素子がキャッチすることで電気に変えて LED の照明を点灯させるという仕組みコストも少なく 環境にも優しいということから注目を浴び海外の会社からの問い合わせもあったようですしかしまだまだ完全な実用化は難しいようで現在は通常の電気を用いてライトアップしているとのことしかしこれからの研究次第では橋の照明だけでなく家庭や企業などにも供給できるかもしれませんこれからの技術開発が期待されていますエジソンの電球には 日本の竹が使われた発明をエジソンを知らない人はいないでしょうしかし彼と日本の意外な関係についてご存知の方は多くないと思われますエジソンの発明の一つとされるものに電球がありますところがジョゼフ・スワンという人物は彼より先に白熱電球を発明していますなぜあまり有名でないかというとスワンの電球は フィラメントに炭化した紙を用いていたため、1分程度しか発酵しないものでした。エジソンはそれを実用レベルにまで押し上げたのです。彼は欠点を解消するために様々な素材を研究したのですが、たまたま手にした中国産の竹は200時間の発酵に耐えうるものでした。そして、世界各地の竹を求め、京都の八幡市にある男山の岩清水八幡宮の間だけにたどり着きました。 これは、1200時間とあらゆる竹の継続時間を上回ったそうです。ライジソンは日本を訪れた経歴はありませんが、この一見以来、日本文化に深い興味を持ったそうです。また、岡部義郎という青年が、研究所で蓄音機の改良に携わったという記録も残っています。鉄砲伝来から1年で武器輸出大国になっている。 1543年の鉄砲伝来、これは小学校の授業でも習うことです。ポルトガルからもたらされた鉄砲は、やがて日本国内でも生産されるようになり、長篠の戦いをはじめ、国内の戦術にも大きな影響を与えました。さらに、堺や各城下町で作られる鉄砲は、その性能もどんどん向上していき、威力や命中率などは輸入していたヨーロッパ産のものをはるかにしのぐスペックになっていきました。 生産量も相当なもので当時のヨーロッパ中の鉄砲をかき集めても3万丁ほどだった中関ヶ原の戦いでは東西合わせて2万5,000丁が使われたということからそのすごさがわかることでしょうそのような性能の高さから東南アジアで日本産鉄砲は人気商品となりましたさらに刀もそれ以前から輸出品の一つでありましたが同じく人気が高まり戦国時代の日本は まさに武器輸出大国だったのです学校にプールは世界では一般的でない学校の体育の授業で定番の一つである水泳、まあ、少々苦手な人には憂鬱だったかもしれませんが小学校時代などは夏場に水に入れるのは楽しかった思い出かもしれません2008年のデータでは日本の小学校には87% 中学校には72%ほどの割合でプールが設置されていますしかし海外の学校にプールがあることはほとんどなくこの状況には非常に驚くそうです日本の学校と水泳の結びつきには歴史がありますもともと日本は周囲を海に囲まれ河川も多いことから水連つまり水泳を身につけるのは珍しいことではありませんでした17世紀の長州藩の藩校 明林館などには水蓮場が作られ武士の必修科目として剣術などと並ぶ重要なものとされていましたその後も水泳は学校に引き継がれ昭和期の旧正高校などにはほとんどプールがあったそうです海外では自販機の中身が盗まれることも多い都心から田舎道まで日本の至るところに自動販売機はあります さらにバリエーションもジュースなど飲料から、近頃は冷凍食品まで様々です。2016年の飲料自動販売機の普及台数は247万4600台。アメリカには296万台以上があるといいますが、人口比率などを考えれば世界でもトップクラス。しかも、年間の飲料の売上額は2兆円を超えているそうです。当然ながら、その技術なども優れており、 それなら海外に幅を広げればとも考えるところですが、実はそう簡単な話ではありません。海外では自販機の中身が盗まれてしまうこともざらで、日本の治安の良さにより成り立っているところもあるんです。このような状況こそ海外に広まってほしいものでもあります。日本の企業が絶対に緩まない納豆を開発した。 組み立て式の家具などを作ると、まあ、所詮は素人仕事ということで、ナットなどの部品が緩んでしまうことはよくあることでしょう。しかし、中には絶対にそうなってはまずいものもあります。例えば、高速移動する新幹線。当然ながら振動も激しいですし、それによって部品が外れてしまったら、それはもう大惨事になります。2万本のボルトが使われているそうですが、1つ外れただけでも大変なことになります。 そんな事故が起こっていないのには理由があります大阪にある社員数100人にも満たない小さな企業ですがハードロック工業株式会社ここが絶対に緩まないナットを開発したのですこれは日本の鉄道のみならずイギリスや中国などの車両にも使われており世界中の電車の安全性を守っていますさらには東京スカイツリーのような建造物にも用いられています 工業用ロボットシェアの5割以上の会社は、すべて日本企業。日本は技術大国だと言われますが、実際のところはどうなのでしょうか。技術と一言で言ってもさまざまなものがありますが、例えばベアリング。これは世界上位企業10社のうち、5社は日本のものだと言います。それ以上に突出しているものは、工業用ロボットのシェア。これに関しては、 ベアリングどころの話ではなく主だった企業はほぼ全て日本企業の独占状態にあるといいます具体的な企業を挙げるとファナックや安川電機ファナックは工場の自動化を手がけており中国のほかにもアメリカなどにも大きなシェアを持っています安川電機も塗装用や溶接用のロボットで知られ自動車関連市場で欠かすことのできないものを多く生産していますしかも こうした工業用ロボット市場は年間10%以上の成長がいまだに見込まれていますそんな中で主だった企業を持つ日本の強さは素晴らしいものと言えるでしょうペリーも日本のものづくりに驚きのコメントを残している日本のものづくりは優れているというのはよく聞く話ですがそれは近年に始まったことではありません 黒船来航でおなじみのペリーも当時の日本の技術に関して衝撃を受けたようです。ペリー一行が帰国後に表されたペリー提督日本遠征日記によると日本人は機械どころか満足な道具を使っていないにもかかわらず非常に技術が優れているというような記述が見られます実際にに彼がが驚いた製品のの一つり箱があります。 薪絵の美しさ以上に、歪みやばらつきのない高精度な仕上がりの箱に、技能の高さを感じ取ったようです。ペリーは、このような技を持つ人たちが進んだ機械などを使いこなせば、世界トップクラスの技術国になるだろうと感じたそうです。そして、それは実現したと言えるでしょう。日本企業の金属加工の精密度がすごい。 新潟県燕市の金型工場武田金型製作所町工場と言われる会社ではありますがその技術が SNS で大いに話題となったことがあります。それはマジックメタルとという金属パーツと台座動画を見ると台の上に文字をかたどった金属が載っているだけに見えますがそれをゆっくり押し込んでいくと台座に収まった瞬間まるで文字が消えてしまったかのように見えます。 これは、1 0 0 0分の3ミリという超高精度の金属加工がなせる技なのです。これをバズらせたのはインターンの学生だったそうですが、その後もたびたび話題となり、ついにはイギリスの日本の技術を紹介するテレビ番組で、ゲストのウィリアム王子が見て驚きの表情を見せました。この他に類を見ない技術を頼る有名企業からの金型製作の依頼は海外からも届くそうです。 日本には漁師の手先の微妙な感覚も機械で再現する技術力があるイカ釣りを経験したことはあるでしょうかやり方や使う道具などいろいろですがそれを全自動の機械でできると言ったらどんなものか気になるところです今では複数の企業が開発販売していますが中央にコンピュータ両サイドに糸を巻き取ったり動かす部分がついているものこれが イカ釣り機ですイカ釣りにはシャクリという動作があり釣り座をしゃくってイカを誘う動きをしますこれは熟練の漁師の技量によるものが大きかったのですが日本の技術はこれを数値化して全自動で行えるようにしましたしかもコンピュータにより一人で64台も制御できるそうですイカ料理を食べるときには少し思い出してみてください 江戸時代に日本のロボット技術の走りが見られる日本の産業用ロボットは世界中で使われており大きなシェアを持ちます年々その種類は増えていきまさにロボット大国といえるレベルですそのロボット技術のルーツは江戸時代にすでに見られます江戸時代の各大名は公務のためにいわゆる和時計を持っていました その技術が次第に庶民へ降りてきて、人々を楽しませることに転用されます。その代表的な例が、1662年、大阪の道頓堀に開かれた武田からくり劇場。これはその名の通り、カラクリ人形を用いた文字書きや変身などを披露しました。そのあまりの斬新ぶりに劇場は大人気となり、当時の観光ガイド的な書物に、武田からくりを見なければ、 大阪に来たことにはならないと書かれたことでしたまあ他にも有名な茶運びや弓を射る人形なども作られていくのですがこれはまさに江戸時代の庶民の遊び心から発展したものといえるでしょうその精神が先端技術のベースになっているのはなんとも面白い話です日本の水道技術は飛び抜けて高い お風呂に料理にと綺麗な水は人間の生活に欠かすことができませんこの根本にある日本の水道技術は諸外国と比べ非常に高いレベルで維持されています20世紀に入ると人口増加や産業の発展で大量の水を素早く浄化する必要が出てきましたそのためには広大なろ過スペースや安全性の確保が重要な課題となっていましたそこで誕生したのが 膜を用いたろ過のシステム小スペースで安全さらにコストも低減できるという優れものですこの技術に関しては日本が世界シェアの5割を超えていますもう一点優れているのは漏水率浄水場などから各家庭へ水を送る際に水道管から漏れてしまう水の割合のことですこれはロンドンを見ると26% 世界の大都市平均でも10%前後というものなのですが東京都はという驚異的な低さです。それにはこまめなメンテナンスのほか地面の上に探知機を置いて耳で聞いて漏水箇所を発見するという職人技も大切にしているという理由があります。素人ででも南極の基地を建設できるようにした。 小さい頃にダンボールで秘密基地を作ったことがある人もいるでしょうしかしそれが南極の基地となるとそうそう簡単にはいかないはずです厳しい環境に耐えられる施設は誰でも作れるものではありませんしかしそれを可能にしたのが三沢ホーム日本のハウスメーカーですがここが開発した木質パネルは南極の日本の拠点の多くに用いられています、まあ、当然 南極の基地建設には観測隊が携わるわけですが、建築の専門家ではありません。重機などの使用も簡単ではなく、複雑な工程が必要な建造物を作るのはほぼ不可能です。そのため、パネルを工場で生産して運び、それを現場で組み立てるという手法を取ることになりました。一部例外はあるものの、この形式だと多くの建物は1ヶ月程度で作ることができるそうです。また、 三沢ホームは建設や補修サポートのため、一部社員を観測隊のメンバーに加えて派遣していたという実績もあります。日本の鉄砲火事が世界レベルの望遠鏡を作った。国友一貫祭という人物をご存知でしょうか。戦国時代好きの人ならば国友でピンときたと思われますが、 鉄砲の産地であった今の滋賀県長浜市にあった国友村の生まれで、江戸時代に鉄砲火事として名を馳せた人物です。しかし、彼の業績は鉄砲のみにありません。当時のオランダ製の倍の性能を持つ望遠鏡を独学で作り上げたのです。ある時、2枚の大面鏡を使った反射望遠鏡に触れる機会のあった彼は非常に興味を持ちました。そして、 家督を息子に譲った後、自力での製作にかかります。そして、日本初の反射望遠鏡を完成させるのですが、その出来を左右する鏡の出来が、現在の技術でも再現するのが難しいほどのものでした。そして、その望遠鏡を使って天体観測を行い、太陽の黒点や月のクレーターに関する技術を残しています。日本の天文学に大きな足跡を残したのですが、 元は完全な門外漢だったのも、すごい話です。ダイヤモンドに近い硬さの合金を作る技術がある。モース硬度が十のダイヤモンドは、最も硬い鉱物として知られています。しかし、日本の技術は、そのレベルの合金を作り出すことに成功しています。東京ビオラ工機の作った超硬合金は。とても硬い一方で、脆いタングステンと。 粘り気が強くつなぎ材となるコバルトを粉末状にして焼き固めたもので、ダイヤモンドに次ぐ硬さを持ちます。この会社では、それを用いて精巧な金型を作っています。金型は、例えばネジを作る場合は、1分に数百個というペースで金属を変形させるため、金型はすぐに破損・変形してしまい、当然交換のためにコストがかかります。しかし、超硬合金を用いれば、 その寿命は伸びるため、効率や費用の面で大きなプラスがあります。従来のものと比べて百倍から千倍も持つそうです。このような企業が日本の技術の足元を支えているのです。日本の紙幣には数々の偽造防止などの技術が詰め込まれている。日々の生活で何気なく使っている紙幣、ここには日本の優れた技術がいくつも使われています。 スカシは有名ですが中央の白い部分以外にもあります肖像画の向かって右側に種類ごとに異なる本数の線が入っています他にも虫眼鏡で見てもわからないほどの小さな文字が複数箇所に入っていますまた紫外線を当てると表の印象の部分などが光りますこれは特殊な発光インキを使っているためですインキでいうと お札を傾けると余白にピンク色の光沢が見えるのですが、これはパールインキの効果です。角度を変えると色や模様も変わるホログラムも見ることができます。これらは視覚的なものですが、触覚的なものもあります。不可応反印刷といい、額面と肖像の図柄部分はインクが少し盛り上がって印刷されています。 目の不自由な人も種類を判別できるよう、指で触るとザラザラしている識別マークも入っています。黒船の船員は力士に圧倒された。江戸時代の黒船来航は日本に大きな衝撃を与えた出来事でした。しかし、日本人もアメリカに大きな衝撃を与えたようです。1854年、前年に引き続きペリーは、 日本と条約を結たためにやってきましたその際横浜の石鹸所に物資を運ぶためと相撲を披露することを目的として何人か力士が動員されその中に当時大関の小柳がいました米だわなどを担いで運ぶ力士を見た力自慢の船員は相撲で勝負したいと申し出ましたその相手をした小柳は3人を一気に片付け喝采を浴びました あまり具体的な記述はありませんが、ペリー帰国後に書かれた日本遠征記には小柳が紹介されており、モンスターやエレファントなどと称えられています。その屈強な肉体は驚異的だったのでしょう。一方、日本のカーラ版では少し過剰に書かれたようです。力自慢の船員はいつの間にかボクシングやレスリングの経験者となっており、それが面白おかしく語り継がれたようです。 ブータンで国を挙げた葬儀で弔われた日本人がいる一時は日本でも世界一幸せな国として話題となったアジアの国ブータンその幸せの一端を担ったかもしれない日本人の存在をご存知でしょうか西岡啓治という人物を知っている日本人はほとんどいないでしょうが彼がその人ブータンにおいて28年間も農業指導を行い 生産力を大幅に向上させるのみならず次世代のリーダーたちも育成したのです彼は農業技術者派遣の要請を受けた恩師に推薦されブータンへ派遣されましたとは言っても最初から全幅の信頼を得ていたわけではなく200平方メートルほどの土地と10代の実習生3人をつけてもらっただけでした2年で大根栽培に大きな成果を出すと国王から任期延長の依頼が来たため 継続して各地の開発を行うことになりました。やがて、王様から最高の人を意味する、打錠の称号を受けて、その後も尽力していたのですが、1992年3月に病気のため亡くなりました。その葬儀の際には、国中から弔問客が訪れ、かつてないほど立派な式だったそうです。安倍の仲間路は、中国で出世の上限を超えた。 百人一首でもおなじみの安倍の仲間路、日本に帰国できなかった悲劇の人というイメージもありますが、それには理由があります。それは彼が非常に優秀で、上限を超えた出世をするほどの人物であり、幻想皇帝からも気に入られていたためです。彼は剣刀使として党に渡り、その才覚からどんどん出世します。735年に就いた幻想の息子の月人が本来なら上限だったのですが、 彼はさらにその上の皇帝の側近にまで成り上がるのです。それより前の733年、日本から新たな検討書が送られてきた際に、阿部の仲丸は帰国を申し出ましたが、許されませんでした。とても徴用されてお気に入りだったためです。その後の750年に帰国が許されましたが、嵐のため渡航失敗となりました。結局、長安に戻った彼はさらに役職を得て、 中国でボスすることになりますちなみに彼と交流の深かった人物として著名な詩人の李博と王位が挙げられますそのことからも名声の高さがうかがえるところです世界の小麦の品種の7割以上は日本人の開発由来パンにパスタラーメン小麦は我々の食生活に欠かすことはできません 日本は小麦をアメリカなどから多く輸入していますがこれらの世界中の小麦実は7割以上は日本人が開発した種がルーツとなっているのです農林天という品種がそのルーツにあたるものです農の神とも称された稲塚ごん次郎という人物がいました第二次世界大戦後の世界的な食糧危機を脱するのに大きく貢献したことで知られます もともと農家の跡取りで作業に励む一方で非常に高い高学心を持っていました周囲からは変人扱いされながらも世界を救う小麦の品種の育種に成功するのです彼の業績は農林展稲塚ごんじろう物語という映画にもなっています失明しているのに大量の文献の構成を行って後世につないだ偉人がいる 文献を読みあさりそれらを理解して構成するということは多大な労力を要しますしかしそれを失明した人物がしかも大量に行ったというと驚くべきことです日本史の教科書にも登場した花輪穂木一彼は7歳の時に病気が原因で失明していますしかしそれでも努力を重ね15歳で江戸へ出て学問の道を志しますそして34歳で思い立ち 全国各地の貴重な書物を集めた群書類従の編纂を目指します。完成には40年の歳月がかかりました。その途中には自ら目が見えないながらも地方へ出向いて資料を集めたといいます。そうした研究の傍ら、和学講談所で多くの弟子を育てたことも驚くべきことです。後にヘレンケラーが来日した際、群書類従の版技や 花輪ホキイチのブロンズ像に触れたことも有名なエピソードですマクロン大統領は来日時に鬼滅の刃の作者に会うことを熱望したフランスでは日本の漫画などのカルチャーが人気ですがその愛好家には大統領も含まれるようですマクロン大統領は2021年の東京オリンピックの際 G7 首脳で唯一開会式に出席しました その後菅義偉首相との首脳会談があったのですがそれと同時に漫画「アキラの作者大友勝洋や「レイブフェアリー・テイル」の真島ヒロらと面会を行っていたそうですさらには「ワンピースの小田栄一郎からも直筆イラストをプレゼントされたと報道されましたこれだけでも相当なビッグネームぞろいなのですが実は来日前には大使館から首相より先に「鬼滅の刃」の作者 後藤家小代春に会わせてほしいといとととう打診があったとのことしかし彼女は表舞台に出てこないため難しいとなるとでは「進撃の巨人の伊佐山はじめはどうか」と交渉が続いたといいます大使館はだいぶ参ったそうですが一国の大統領が日本の漫画ファンというのもユニークかつ親しみのある話です。ライト兄弟より早く 動力飛行に成功している日本人がいる人類初の飛行を達成したのはライト兄弟小学生でも知っている話ですがそれより前に日本人が動力飛行に成功していることはほとんど知られていません江戸時代の末の1866年に生まれた二宮中八がその人です彼は幼少期から研究心に優れており貧しかった少年時代には自らが考案した オリジナルのタコを販売して学費の足しにしたそうです成長した彼はカラスの羽ばたきから空を飛ぶための法則を考えつきスクリューを応用したプロペラや滑走用の車輪動力としてのゴム管を備えた鳥型模型飛行機を完成させましたそして1891年に飛行実験を行い10メートル程度ではありましたが空を飛ばすことに成功しました これはライト兄弟の飛行に12年先駆けたことでしたその後も研究を続け人を乗せて飛ぶ飛行機開発も目指しましたが研究資金を援助してくれる人がおらず何とか自ら捻出した頃にはライト兄弟が成功を収めてしまっていましたスポンサーがいれば世界初の栄誉を得ることができたかもしれないと思うと悔やまれます聞くトリビア 第59話「すごい日本の雑学」ご案内は大橋敏夫でした。